こんにちは、青野です。今回の話題はこれです。ドーン！ビットコインの上昇復活に備え、爆撃コインを探す！に感じます。チャートドーン！これはビットコインのチャートです。青い線がビットコインの価格。オレンジ色の線は200日移動平均線です。価格は今年2021年4月14日に最高値をつけた後、5月に暴落して200日移動平均線を割りました。7月21日のオリンピックの試合開始ともに上昇気象に変わり、8月から平均線の上抜けチャレンジがスタートしました。1回目のチャレンジは3日で平均線を割りました。上振れ率の最大は 2.9%。2回目は4日間、上振れ率の最大は 5.7%。3回目は22日間、上振れ率の最大は 14.2%。このように回数を重ねるごとに日数と上振れ率が大きくなり、3回目は上振れ率 10% を超えましたが、失速して9月10日に平均線を割りました。ちなみにと、2013年の最高値をつけた後の上抜けチャレンジは、4回目の失敗で力尽きたかのように長期の下降トレンドに入りました。まだチャンスはある！そこで今回はビットコインの上抜け4回目チャレンジに備え、今年のアルトコインの個別のパフォーマンスをもとに波が来た時に爆撃を狙う掘り出し物を探しておきます。掘り出しコイン、ずっと。これは今年の暗号資産の値動きで一番多いパターンの例です。年前半は上昇トレンドで勢いよく上がっていき、5月前後に年初来高値をつけました。その後、暗号資産全体の暴落と一緒に暴落し、7月遅くに上昇に転じて現在に至るという流れが一番多いです。そこで、パフォーマンスを比較するときの着眼点は、1、元旦発生から高値までの倍率。2、高値から安値までの下落率。3、高値後の安値は高値前の安値を割ったか。4、元旦発生から現在価格の倍率。5、9月7日の暴落の後の動き。以上の観点からパフォーマンスが良いコイン、悪いコインを選別し、チャート分析をもとに掘り出しコインを発掘します。まずは元旦発生から年初来高値までの倍率ランキングを発表します。時価総額100位までのコインが対象で、100倍以上になったコインをすべて発表します。なお、分析には終値を使っているので、ランキングの高値と安値は正確ではありません。だいたいこのくらいと考えてください。結果と、6位、ソラナ、124倍。5位、ポリゴン、139倍。4位、ドージコイン、144倍。3位、アクシーインフィニティ、154倍。2位、テルコイン、346枚。1位、シバイヌ、456,930枚。愛しよね。100倍でもすごいのに、シバイヌの45万倍は次元が違うぜ。例えば、もし1万円分買っていたら、45億円になってました。100倍以上つけたら一瞬でどうせ利確できなかっただろうと思いそうですが、ずっと。これは元旦発生から現在価格の倍率ランキングです。先ほどの6つのコインのうち3つは現在も100倍以上をキープしています。つまりこの3つのどれかを元旦に買っていたら今売っても100倍の利益です。芝居には9万450倍、もし1枚分買っていたら9億円になってました。同時コインは大きく下がりましたが、それでも元旦発生から51倍です。次に6つのコインの今年の値動きを確認します。チャートドン！これは1位のシバイルの冷やしチャートです。4月に元旦発生の 54,570 倍まで吹き上げ、5月に再び爆上げして最高値をつけました。元旦発生から最大51万845倍。5月の暴落で最高値からマイナス 83% まで下落しました。6月以降は1から2のレンジ相場が続いています。レンジ相場といっても
丸1から丸2までの格差は2倍近くあります。9月7日の暗号資産全体の急落では最高値後の安値を更新しています。現在の時価総額ランキングは54位。次っと、これは2位のテルコインの冷やし跡です。2月に元旦末の25倍、3月に元旦末の53倍まで上昇し、5月に再び爆上げして最高値をつけました。元旦末から最大382倍、5月の暴落で最高値からマイナス 85% 下落しました。7月21日から上昇基調に変わり、9月7日の全体の急落で一緒に下げて弱気な展開が続いています。現在の時価総額ランキングは97位。次っと、これは3位のアクシーインフィニティの冷やし跡です。アクシーインフィニティは人気の育成バトルゲームです。4月に元旦末の21倍まで上昇、5月は最高値を更新せず、5月の暴落で最高値から最大マイナス 84% まで下落しました。6月から上昇基調に変わり、7月に最高値を更新、爆買いが続き、9月4日に最高値をつけました。元旦発生から175倍、最高値からまだ1週間しか経っていません。現在の時価総額ランキングは39位。次っと、これは4位のドージコインの冷やし跡です。1月に元旦発生の18倍まで吹き上げたと、4月に再び爆上げをして5月に最高値をつけました。元旦発生から157倍、5月の暴落で最高値からマイナス 71% まで下落、7月21日から上昇基調に変わり、9月7日の全体の急落で一緒に下げて弱気な展開が続いています。現在の時価総額ランキングは8位。次っと、これは5位のポリゴンの冷やし跡です。3月に元旦発生の30倍まで吹き上げ、5月に再び爆上げして最高値をつけました。元旦発生から153倍、5月の暴落で最高値から最大マイナス 72% まで下落しました。7月21日から上昇基調に変わり、9月7日の全体の急落で一緒に下げて弱気な展開が続いています。現在の時価総額ランキングは22位。次っと、これは6位のソラナの冷やし跡です。ソラナは処理性能の高さが売りのブロックチェーンで、最近時価総額ランキング上位に一気に上がってきたので注目している投資家が多いです。2月に元旦発生の12倍まで上昇し、4月から再び大きく上昇して、5月に元旦発生の38倍までありました。5月の暴落で最高値からマイナス 67% まで下落、7月21日から上昇基調に変わると、そこから快進撃が始まり、8月中旬に最高値を突破、連日の勢いで最高値を更新し、9月7日の暗号資産全体の急落をものともせずに上昇続け、9月10日に元旦末の131倍までありました。現在の時価総額ランキングは6位。以上が今年100倍以上になったコインの値動きです。このように100倍コインの値動きも暗号資産全体のトレンドの流れと基本的に同じで、5月に最高値をつけて暴落し、7月頃に上昇基調に変わっています。その中で5月の最高値を更新していないコインの今後はビットコインやイーサリアムの動向次第。5月の最高値を更新して勢いのあるコインは高値掴みを警戒しながらエントリーといった状況です。次に上昇倍率が低いランキングを確認します。ドーン、4位、ビットコイン SV 0.9 倍、3位、ネーム 0.9 倍、2位MDX 0.6 倍、1位インターネットコンピューター 0.1 倍。この4つは今年の初値を割っています。1位と2位は今年上場したばかりのコインです。灰色の行はステーブルコインです。チャット、これはインターネットコンピューターの冷やし跡です。5月10日に上場し、5月11日に高値をつけた後、全体の暴落と一緒に暴落しました。上場するタイミングが最悪だったように見えます。7月21日から上昇基調に変わり、9月7日の全体の急落で一緒に下げて弱気な展開が続いています。次っと、これは気になるね。これは MDX の冷やし跡です。
2021年1月に上昇し、2月に上昇発生の20倍まで爆上げしました。その後、トレンドとは関係なしに下落が続き、5月にバイナンスが上昇発表しましたが、下落が続き、7月に暴落後の最安値と出来高の平均の最低をつけています。そこから上昇基調に変わり、9月に上昇の勢いが出始めていて、出来高の平均も増えてきています。一目均衡表だ。いいね。このまま行くと、9月18日に初めて上昇雲の上に乗ります。ズーム。上はビットコイン、下は MDX の冷やし跡です。9月7日の急落の後、ビットコインは弱い展開が続き、他のコインも同じ展開が多いですが、MDX は回復傾向にあります。買いへ取れ。 MDX トークンは、フォビのオリジナルチェーン上に作られた MDEX という分散型取引所の基軸通貨です。MDEX の取引高は現在7位で、1位のパンケーキスワップの 4.5 分の1位。MDEX トークンの時価総額ランキングは84位。バイナンスにはイノベーションゾーンとして上場しています。ここは一つ、ビットコインが上抜けチャレンジに入ったら、MDEX の買いで爆撃を狙ってみようと思います。なお、今回のコインは他のコインよりもリスクが高いです。アンゴローが買ったからという理由だけで買うことは絶対にしないでください。数ヶ月後に答え合わせをしましょう。以上、ビットコインの上昇復活に備え、爆撃コインを探せの回答でした。この動画が面白かったらグッドボタンお願いします。タレコミ上では暗号資産の怪しい話を募集しています。富本太郎さん、ご視聴を見極めるためにチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。